ホッケー男子日本代表は、日本における男子フィールドホッケーのナショナルチームである。愛称は2008年3月に、サムライジャパンと発表され、その後、サムライジャパンに変更されている。第16回アジア競技大会、日本ホッケー協会。2019年11月25日閲覧。第17回アジア競技大会、日本ホッケー協会。 2019年11月25日閲覧。第18回アジア競技大会。日本ホッケー協会。2019年11月25日閲覧。WBC、侍真似しないで。男子ホッケー代表をすでに命名日本ホッケー協会が、野球機構など、関係団体に抗議文を提出スポーツ報知2008年8月13日。元祖、侍ジャパンはこっちです。 商標登録もしてた、スパニッキーアネックス2009年4月7日、複雑ホッケー日本代表、元祖、侍ジャパン。ザクザク。 h t t p w w w z a k z a k c o j p s p o 2 0 0 9 0 3 s 2 0 0 9 0 3 2 7 1 9 h t m l 2 0 1 1年3月13日、閲覧。ありがとうございます。